右手で膝を抱えるようにしながら左の後方へ向けていきます。後ろの方の後頭部を見るようなイメージ。はい、それではその日を天井に向けていきましょう。今日はですね、腹式呼吸、先ほどちょっと言いましたけれども、腹式呼吸、お腹を膨らませる、へこませる、そういう呼吸をまずやっていきます。息を吸った時にお腹が膨らむ、吐いた時にお腹がへこんでいく。で、5秒で吸って、ゆっくり10秒で吐く。それでは息を吸って顔を正面に戻し、手のひらを天井に向けて膝の上です。左から右へかけてゆっくり首筋を伸ばしましょう。頭を一周回します。ヨガはもう何万通り、何千通りのアーサナがあるので、今日やったのは本当に一部で、その先生その先生の、例えばライオンのポーズだったらライオンのポーズもその先生によって違ったり、いろいろあるので、一応3000通りとかっていう、3000通りぐらいかな、っていうふうには言われてますけど、それ以上もどん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 増えてきてるっていう感じですね。ヨガをやるとゆったり息を吸って、でヨガは細く長く吐き出すことを意識しているので、なのでそういうふうにして体のここのリラックスもできるということですね。できない動き、アーサナーでも得意な動きできない、体が硬いからちょっとヨガは無理っていう方もいらっしゃるんですけど、ご自分の中で心地よく伸びているっていうことが感じられればいいかな。